今回のトピックはエンジョイフェローシップ、日本語で交わりを楽しむということですが、神は交わりの中に生きるように、関係の中に生きるように僕たちをデザイン、メイク、創造してくださっている。つまり一人で生きるのではなくて、コミュニティの中で生きるように創造してくださっている。まあ、聖書の神は三位一体の神ですから、父なる神、子なる神、聖霊なる神と、ね、神ご自身がこの関係の中に生きているわけです。その神の姿に似せて人間はデザインされているわけですから、関係の中で生きるということが大事なんですね。ハグピープルのビデオクリップの中でも語られてましたけど、フレデリック2世という皇帝がある実験をした、ね、赤ちゃんに肌の触れ合いをしない、愛を言葉をかけをしなかったらどうなったか、全員が死んでしまったというね、そういうストーリーを見てきたと思うんですが、私たち生きるためにはそういう交わりが必要です。健康的に成長するためには人間関係が、まあ、必要不可欠なんですよね。バイブルの箴言27章にはこのような言葉があります。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれていくんだ。まあ、僕の人生においても振り返ってみると、僕自身もさまざまな人との関わり関係の中で今の自分が形作られて、まあ、成長させられてきたという面があるわけですよね。美しい妻がいて結婚して19年になりますけど、やっぱり夫婦というこの結婚関係の中においても成長させられ変えられてきているわけですよね。もちろんいつもいいことばかりじゃないですよね。心地いいことばかりじゃないですよね。面倒くさいことだってあるわけですよね。でもそれでいいわけです。そういうことを通して僕たちはさらに成長することができるわけですよね。とにかく知ってほしいことは、僕たちは交わりが、フェロシップが必要だということですよね。今日はこのエンジョイフェロシップということですけど、シンプルな2つのことを皆さんにお勧めします。まず第一は、ジーザスを知っている人たちと一緒に時間を過ごす、そういうフェロシップ。第二は、ジーザスをまだ知らない人と一緒に時間を過ごす、そういうフェロシップですよね。この2つのフェロシップを皆さんにお勧めしたいんですね。まず第一番目、ジーザスを知っている人たちのフェロシップ。なぜジーザスをすでに知っている人たちとのフェロシップが大事なんでしょうか。バイブルには、2人でも3人でも私の名において集まるところに私もその中にいるって、ね、こういう言葉があるんですよね。もちろん1人でいても神はそこに一緒にいてくださるわけですよね。でも私たちが一緒に集まる、一緒にいるという時ね、そういう時に神様は必ずそこにいてくださるという特別な約束があるわけですよね。僕たちは互いに人生を分かち合って、そして共に成長していくためにはお互いの存在が必要なんですね。でもっと言うと、信仰を続けるために、信じ続けるためにお互いの存在が必要になってくるわけですね。このようにね、暖かくなってくるとアウトドアに出てって家族や親しい仲間と一緒にバーベキューしたくなりますよね。でバーベキューのために何が必要かというと、炭が必要で、そして火起こしをしないといけないです。さあ、ここで考えてみてください。もしその炭をバーベキューグリルから一つ取り出してしまったらどうなるか。その炭の炎が消えてしまうのにはそんなに時間かからないと思うんですよね。で僕たちの信仰もちょっと似ているところがあると思うんです。もしあなたがたった一人で信仰生活を送っていくならば、信仰の炎は簡単に消えてしまうかもしれない。しかしクリスチャンのコミュニティに戻っていくならば、お互いに火をつけ合って、そしてその炎はさらに強く燃えていくことができるわけですよね。で僕たちが信じるために、信じ続けるために、実はお互いの存在がすごく必要になってくるわけですよね。時に信仰生活で困難を感じることがあるかもしれない。神の存在を近くに感じられない時があるかもしれない。でもそんな時、あなたの周りにいるクリスチャンの存在、その祈りだったり証によって励まされて、信仰の灯火を再び燃やすことができるようになるわけですよね。私たちにはこの信仰のコミュニティというのがすごく必要なんです。それは神様の、実はあらゆる側面、神様の性質を知っていく、発見する助けにもなるわけです。こんな話があります。目が見えない方々が手で触って像を表現しようとした。一人の人は鼻に触りました。象はまるで大きな蛇のようだと言ったんです。
2人目の人は象の足を触って、象ってのは木みたいだ。3人目の人は象の耳を触ったので、象っていうのは平らだって。3人言ってること間違いではないんです。でもそれは象のある一部分に対する観察で、象の全体像ではないわけですよね。で、神様に対しても同じことがあるんですよね。信仰者ならば誰もが神様を経験し、それぞれが神様体験、違うストーリーを持っています。そういう体験を通して神様の性質のある部分、ある側面を僕たちは知っていくわけですけど、で僕たちが信仰のコミュニティの中で一緒に歩んでいくならば、神様のさまざまな性質、自分ではまだ知らない神の側面を知ることができるわけですね。エンジョイフェローシップの2つ目は、まだジーザスを知らない人と一緒に時間を過ごすということです。ジーザスはあなたを通してまだ神と出会っていない、神を知らない人に出会いたいと、そう願っているわけです。ジーザスは人々のためにどうされたか、自分の時間を用いました。時間を費やしてくださった。人々を助け、人々に仕え、そして愛を表現しました。あなたはどうでしょうか。ジーザスは、人のことを本当に愛していたから、人との出会いを求めて、そして出会いを大切にして一緒に時間を過ごしたんですね。私たちもそういうふうにジーザスまだ知らない人たちと時間を大事にしてほしいと思いますね。でそれはただ単に誰かと一緒に時間を過ごすことかもしれないし、時には何かできることをして助けてあげることかもしれない、その人の願いを聞いてあげることかもしれないし、あるいは励ましの言葉を送ることかもしれないし、その人にふさわしいバイブルの言葉を送ることかもしれない、あるいは誰かを自分の家に招いて一緒に時間を過ごすとか、そして神が彼らに伝えたいメッセージを伝えることかもしれないですよね。ですごく大事なことは、あなたが人間をクリスチャン、ノンクリスチャンね、2つのカテゴリーに分けて、一方ではクリスチャンらしく振る舞って、そしてもう一方ではノンクリスチャンに合わせて振る舞う、こういう2つの顔を持つっていうことじゃなくって、誰とでもあなたらしくいるっていうことが実はすごく大事なんですよね。で今日2つのフェローシップを楽しむということを話しました。キリストの体の一部分ですから、そういう意味でそのコミュニティの中で私が時間を過ごし、お互いの信仰を励まし合って、信仰の灯火を火をつけ合っていくっていうかね、いうことが大事。そしてもう一方で、まだジーザスを知らない人たちにその信仰の灯火をまるで飛び火させていっていくっていう、そういう2つのフェローシップが実はすごく大事なんですよね。